少女じゃない人も処女膜があるんですか？処女の人と処女じゃない人。そうそうそう。これね、処女膜ってね、みんなイメージ的に、なんか完全なる膜と思っちゃうじゃないですか。セルロデカ TV！ では、今回もホワイトボードを使って、今度は女性器の取説先生、お願いします。うん、まずはやっぱりじゃあちょっと、名称と、うん、あと、性感帯とか、またちょっとやっていきましょうか。あと、最後ちょっとまた性病に絡めてとか、やっていきましょうか。はい。あ、OK。じゃあ、まずちょっとイラスト描いちゃいますね。これですよね。はい。これちょっとお勉強していこうと思います。じゃ、まずね、ちょっと名称についてなんですけど、分かるところからちょっと教えてください。聞いたことあるのは、卵陰唇、うんうん、小陰唇、あとクリトリスですかね。お、一気に行きましたね。まず卵陰唇は、一番外側にある女性器の組織の一つですね。OK。卵陰唇ね。で、小陰唇は、その内側にありますよね。こうやって。小陰唇は、大きさは様々で、こうやって内側にあります。で、あ、そうだ。こういうの大事なことだからね。大きさとか、形、色とか、そういうの気にしないでください。本当にいろんな人いるからね。結構10代の子とかも見てると思うので、まあだんだんね、お年を、まあ、重ねていくと気にならないと思うんだけど、10代の頃とか、すごく気になっちゃうから、そういうのは気にしなくていいからね。あとなんかクリトリス言ってくれたっけ？この3つあと何だっけ？どこが？ですかね。あ、私が知ってる。そうそうそう。はい、あ、こんくらいね。オッケーオッケー。あと、大事なのが、まあこれかな？これ何ですか？チッツ。そうですね。チッツ。で、まあちょっと、立体的に言うとチッツだけど、まあチッツ甲かな？これ。あのチョンチョンの、あ、チョンのチョンかな。先生。あ、やばい。先生。そうだって、やばい、商売できない。商売できない、これじゃ。商売できなくなってきた。緊張しちゃった。チッツが書けない。トラブル。トラブル発生だな。チッソのチッツ。チッソ。そうそう、チッソだよね。チッソですよ。あ、こうだよね。合ってる。合ってるっすね。はいはい、大丈夫です。こんな、こっちから見てみるとね。カットした方がいいじゃん。いや、こういうとこが面白いじゃん。まあ、ちょっと細かいこと言うと、膣胱の周りには何がありますか？この日は何？それがこれだと思ってました。これはね、処女膜なんですよ。これ全部を外陰部っていうのね、まず。外って言うんだけど、はい、外のことをみんな大陰唇ぐらいまでしか言ってなくて、うん、この膣胱のことは、中って表現する患者さんがいるの。まず、これが子宮があるじゃないですか。で、子宮頸管部って、この首のところがあって、で、子宮もボディがあって、首があってってなるんだけど、でそこのとこからこうやって膣がこうやって出てきてて、で、このところが膣の、出口なわけ。で、ここにこれがあるわけ、こいつら。だから、中っていうと僕らここだと思っちゃう。ここに母があるのかとか、ここに子宮頸管があるのかとかって、つまり、この空間が膣だから、本当に。正確に言うとね。まあ、こっちは内性器。で、こっちは外性器なんですよ。だから外っていうのは、こう全部のこと言うんだけど、でももうここの入り口のところっていうのは、みんなにとっては結構奥張ってるから、中ですよね。中って思っちゃう。うん、そうそうそう。だそのちょっと言葉の違いがあるから、そこ注意って感じでね。OK。だいたい名称できたかな。俗に言うとなんだろうね。まあ、ここがなんかビラビラって言ったりする。で、クリトリスも陰核っていうのよ。解剖用語では。で、こう包皮やな。これは、男の人と同じでしょ。だから、祈祷と包皮と似てるでしょ。これもと包皮ですね。女性器ってすごく守られてるんですよ。クリトリスはこうやって包皮で守ってるし、うん、で、こっちの膣のことは、こうやって大陰唇と小陰唇で守ってるんですよ。そう。で、ここは結構脂肪に富んでて、柔らかいし、非常にこう、デリケートに守ってるんですよ。すごい。よくできてるでしょ。男性器のこと考えてる。そうそうそう。男性器が剥き出し。まあ、そういうふうに人間っていうのはよくできてるんですよね。じゃあ、大体名称はこれでいいかなと思います。はい。はい、じゃあ、性感帯どうですか？性感帯は、この中だとやっぱり陰核クリトリス？そうですね。それが、はい、膣ないですかね？そうですね。そうなんですよ。この裏側ぐらいって言われてて、こっから入っていって、膣胱のところから入って、この裏側ぐらいに G スポットがあるって言われてて、だからちょっと難しいですよね。これまた横向きに書かなくて、これ、ごめんね、これとまた別に、まあ、膣が、まあ、人間の体がこうやってあって、こうやって膣がこうやってなってて、子宮がこうやってあってっていうところで、で、これ膣のこの辺りって言われてます、この上の。それが、ぐーって押すと、まあ、このクリトリスも近いというところらしい。そこは G スポットって言われているところで、まあ、そこは性感帯ですね。だけど、まあ、それも本当、男性の時も言ったけど、どこでもいいんですよ。どこでもいいっていうのは、マイナーな人とかもいるし、ここがいいっていう人があるから、みんなそれぞれは違うし、全体って言ってくれたじゃないですか。これって、もしかすると男子より女子の方が全体的な、性感帯っていうのはあるかもしれないです。そうですね。なんか、クリトリス、G スポットはすごい端的な性感帯で、うんうん、でも、よく考えたら、それ以外でも、はい、人によってると思うんですか。そう。だから、まあ、この辺もなんかゆっくり全体的になんか触られるとちょっと興奮するというか、うん、だからなんかピンポイントでされちゃうとちょっと痛いっていうのもあったりとかするし、
思うのが、これあんまり知らないです。その隠れてるじゃないですか。うん。うん、だから、知らないと何やってんだろうみたいな、この人。ああ、そういうこと。こっちは全く感じないからっていうこと。そうですか。あ、でもそれは言ってくれた方がいいかもしれないです。恥ずかしいと思うけど。女性も包茎があるってさっき。うん、なんか言うよね。聞いて、それが医学的に正しいかわからないですけど、うん、確かに言われてみたら、皮ありますって思いまして。うん、うん、うん。そこら辺多分みんな知らないから、うん、うん。うん、あ、本当、性器の形って人それぞれで、うん、あの、結構、小陰唇を切りたいっていう人とか、うん、あとはその包茎を治したいっていう人とか、うん、まあ、いろんな人がいるんだけど、その理想の形とか、そういうのがあるんだったら手術してっていうのもいいけど、でもどんな形でもいいんだよっていうのは本当にね、だからこれは本当に毎回言うけど、10代の子たちが見てると思うから、もうそういう子たちは本当になんか自分はこの形おかしいのかなとか、大小おかしいのかなと、あと色がおかしいのかなとかね、この辺っていうのは本当に気にすることなくて、病気だったら治さなきゃいけないんだけど、あの病気じゃなければ人それぞれっていう個性でいいんじゃないかなと思います。ね、ここ大事だからちょっと今言わせてもらいました。はい。あと、性感って話はそのぐらいかな。ね。はやっぱりあの性内感染症かかりやすい、はい、性病が症状が出やすい場所気になります。だよね。それ赤でいきます。じゃあ次、見た目でやっぱし出来物になっちゃうのって何の病気でありましたか？コンジローマ、コンジローマ、梅毒、ヘルペス。完璧っすね。じゃあコンジローマからちょっと行きましょうか。コンジローマはどこに出来やすいかっていうと、赤が溜まりやすいところって思っていいと思いますね。で、じゃあどういうところに人間と赤が溜まりやすいかっていうと、さっきちょっとほら脂肪って言ったじゃない、この第一子のところが。脂肪があるとどうしても膨らむから、足と、ここにも太ももがあるわけ。女の子っていうのは。で、こっちにお尻があるわけ。太もももお尻もさ、まあ、脂肪を結構含んでいて。で、大陰唇も脂肪を含んでるから、そこらやっぱつなぎ目のところとか、大陰唇のこの脇のところとかっていうのは結構、コンジローマ多いです。あとは、こういう小陰唇と大陰唇の間とか。あとね、これちょっと立体的ではないんだけど、小女膜がちょっと出っ張ってて、小陰唇はちょっと出っ張ってるんで、このあたりのこの全体的なこういうところっていうのが、膣の、庭なんですよ。庭ってちょっと変だよね。いや、まあ、スペースってことだと思うんだけど、膣前庭部っていうのね。あ、前側の庭です。そうそうそう。そこにコンジローマができる、めっちゃ。あとは、ちょっとこれ、あの、女性器じゃないから書かなかったんだけど、ここに、まあ、尿道があるわけ。こうやって。尿道があって、で尿道の周りも、やっぱし庭になってるんですよ。とにかくこの庭のところはめちゃめちゃ多いです。だから、なかなかやっぱり、その折り重なっちゃうし、うん、あの、バイ菌も居やすいし、うん、その分 HPV も多分いるんだと思う。だから、ここにコンジローマできやすい。とどまりやすいというか、まあ、バイ菌も居やすい。温床になるところです。あとはもう本当どこにでもなんだよね、男性と一緒で。まあ、クリトリス周囲とかもよく見てないと、もう本当クリトリスそのものにコンジローマがいる時もあるし、あとはね、尿道のね、中にやっぱ男子と一緒で、尿道の中にある人もいます。あとはね、肛門と膣の間、この陰部のところ、重いです。あとは肛門周囲も多いです。あとはね、あとはね、全部じゃない。全部、そう、全部なのよ、結局。で、血ももものところもさ、ある人いるでしょ？全部なのよ。全部ですね。そう。だから、そこは、しっかりと、あの、注意しましょうっていうことで。これは、はい。先生、処女膜っていう説明があったと思うんですけど、はい、はい。処女じゃない人も処女膜があるんですか？処女の人と処女じゃない人。そうそうそう。あ、これね、処女膜ってね、みんなイメージ的に、なんか完全なる膜と思っちゃうじゃないですか。でもね、ちょっと考えてみてほしいのよ。完全なる膜がこうやって、もしあるとしたらよ。月経って、だってこっから出るんでしょ？血が、うん。完全なる膜がここにもしあったらね、出る？出ない。出へんね。だから、これは、処女膜閉鎖症っていう病気なんですよ。で、処女膜も本当人それぞれなんですよ。これがほんのちょっとだけこうピンホールみたいに開いてる人から、しっかりと、まあ、ほとんどの人が、まあ、しっかりとこうやって開いてて、ただ、狭いから、ここにやっぱペニスを初めて入れると血が出ちゃうっていうのは、こう、破壊するというかダメージしちゃうんで、それで血が出るっていうか、でちょっとそれが、なんていうの、ダイレーションされてさ、拡張されて、処女の人は血が出ちゃう。ありがとうございます。ね、そう。あ、いい質問でしたね。だそう。膜残ってんですかって残ってるんですよ。そして、処女膜そのものにもさ、コンジローマできちゃう人いるでしょ。そうなんだよ。で、これちょっと治療の話もちょっと今日軽くしちゃいますけど、この外陰部にできたのは全部窒素できます。じゃあこれコンジローマね。ごめん、ちょっと長くなっちゃった。で、じゃああと、ヘルペス、どこにできるか。どこでしょう？ヘルペスはもっと外。そう、そうなの、そうなの。もっと外で、結構外陰部にできること多いですね、ヘルペス。やっぱり、丸丸丸って感じ。海洋がこうやってできていく感じね。で、ね、この辺にもね、若干こうできる人は中にはいるかな。で、ヘルペスはね、エイもいっぱいいます。エイもいます。あと、肛門周囲もいます。で、肛門周囲のヘルペスと、あとこっちの上だけのヘルペスとの一番大きな違いって何だと思います？
難しいのに急に言われてもね。こっちはね、匂いがひどくなるの。やっぱりバイ菌が多いから、あの、バイ菌が、まあ、細菌感染、混合感染しちゃって、すごい匂いがひどくなります。で、ヘルペスの人ってさ、おしっこ痛いのってあれなんでだと思う？口調に。そうそう。あの、本当にね、尿道の近くにもあるんですよ。そうするとね、結構染みて痛いっていう人が多いです。膀胱炎の時って、おしっこする時が痛いのね、この尿道の数センチのとことか、あと、そう。この膀胱括約筋が多分こうやって収縮してる時が多分痛いんだけど、このヘルペスの人のおしっこの痛み、排尿痛って同じ排尿痛って書き方はするけど、出した後の、あの、染みる感じが痛いんですよ。そこはちょっと膀胱炎の排尿痛と同じ字なんだけど、違うってことですね。そしたらあともう一個は梅毒ですよね。で、梅毒はさっき、あの、男性の方でも言ったけど、ヘルペスと同じようなところですよ、やっぱし。だけど、梅毒の方が少ないかな。梅毒はね、ボコって感じです。存在感がちょっと違うんですね、確かに。で、梅毒もでもでき始めは、なんかヘルペスみたいに、こんななんですよ。で、来週、じゃヘルペスだね、お薬出して、来週また来てね、で、来週見た時にボコみたいな感じ。あれ、ちょっと違うかもね、採血しようか、あ、梅毒だね、みたいな。でもやっぱり女性からすると小陰唇とかここの溝は、うん、まあ、あんまり見ない、洗う忘れがちだし、うんうん、見ない人も多いから、うんうん、ちょっと怖いですね。そうそう、うん、でやっぱよく洗った方がいいよって言うんだけど、でも洗いすぎ注意とも言われるじゃない。だからよく洗った方がいいんだけど、ゴシゴシはしない方がいいんですよ。だから優しく、まあ、泡作って、ほんとお顔をさ、女子ってすごい優しく洗うじゃん、うん、あんな感じだと思うな、なんかイメージ的に。っていう感じ。よろしいでしょうか。先生、ありがとうございます。すごい勉強になりました。全然女性の私でも知らないこといっぱいでした。このチャンネルでは、のり先生が性知識について正しく発信しております。チャンネル登録お願いいたします。洗うとこ注意してね。このチャンネルでは、このようにのり先生が正しく性難感染症の性感染症ね。